ごめんね、待った？よかった。今朝の占いで人を待たせると不幸になるって書いてあったから不安になったよ。入学式の前にキャンパス探検しようよ。私に隠してることあるでしょ。だってあかりが探検しようって誠との大学生活楽しみたいからってそう思って誘ったのに、めんどくさいみたいに。どうせ誠はあかりじゃなくてもいいんでしょ。入学式で可愛い子がいないか探したいから早く行きたいんでしょ。誠にとってあかりはそんなもんだったんだ。あ、そっか。今朝の占いで人を待たせるなって言ってたのに、誠のこと待たせちゃったからこうなっちゃったんだ。このままじゃあかりと誠は離れ離れになっちゃう。だから仕方ないよね。でもこれからはずっと一緒にいられるよ。入学式の前にキャンパス探検しようよ。やったー。じゃあまずはやっぱり学食かな。すごーい、めっちゃ広いね。しかもどれも美味しそう。誠、どうしたの？なんでもないって、さっきあの子のこと見てたじゃん。あかりはどうして見てるのって聞いてるんだけど、なんで嘘つくの？なんで見てたの？え？普通に一人でご飯食べることもあるよね。え、それともあかりがどこかで一人でご飯食べてたら、誠は絶対見てくれるってこと？あかりが学食とか牛丼屋とか焼肉とかカフェでもいつ何時でも一人でご飯食べてたら、どこからでも誠は来てくれてあかりのこと見てくれるって、そういうことなの？深い意味？深い意味があった時点で誠もあの子のことも消さないといけなくなるんだけど。深い意味がないのに見てたってどういうことなの？そうなんだ。じゃあこれからは絶対に目を離さないでね。誠は明かりだけを見ていればいいんだから。あ、そうだ、誠、スマホ貸して。高校の人の連絡先消しとかないと。だって誠には明かりがいるからそんなのいらないでしょ。早く貸して。落ち着いてるよ。え、もしかして連絡先消したくないの？さっき約束したよね、あかりだけを見ててって。絶対目を離さないでって。スマホ見てる時間もないんだし必要ないじゃん。あ、そっか、スマホなんて回りくどいよね。あかりしか見えないようにしちゃえばいいんだ。そしたらずっとあかりのこと見てられるよ。これで明かりしか見えないね。入学式の前にキャンパス探検しようよ。いつもと違う匂いがする。もしかして
あかりに黙って他の女の子と会ってた？まこと、全然分かってないのね。これでずっと一緒にいられるね。